どうもパートナーチャンネルでーす。どうもインスタ始めました。やってはいたんですよね。やってはいましたね。ちゃんと更新を始めましたそうですね、更新始めまして、始めました。ぜひこちらフォローお願いします。お願いします。ノリがちょっといまいちよくわからないの。まだインスタっぽくなりますからちょっと久しぶりですが、久しぶりに買い取り動画アップしたいと思います。お願いします。まあなかなか珍しいのを1本目、コブラ LTDX のマックスですよ。めっちゃ綺麗なクラブです。でシャフトが天性 AV 青、純正じゃない、純正じゃなさそう、なんかテーラーっていうイメージがめっちゃ強いですけどこれ、うんね、色的に色グリップも綺麗でーす。アイアンでーす。ゼクシオンの2016ですねの、6から P、 あと5番とサンドアプローチも単品でございます。結構バックエース切れますね。まあまあソールとかね、年式なりの傷はありますが、まあ人気どころです。揃ってる間にぜひ。あ、シャフト SR です。流れをめっちゃ久しぶり感がある。失っている流れ。 M3 ドライバー、これも綺麗だったな。わ、芝が出てきた。で、シャフトがあれ、さっきと一緒？一緒っぽいな。あ、違う、ちょっと US だね。おー、硬いっすか？硬えな。天性青、6号で、グリップもまだ綺麗です。で、ピンの G30 ですね。おー、いいドライバーっすね。何年前だ、もう43、2012とか13とかですか。そんなもん、7、8台前ぐらいになってくるのかな、のモデルです。結構割と今も人気はあって、相場はそんなに下がってないですね。そのあたりでゴルフ始めたんだよな。あ、これでシャフトが純正の TFC390 の S シャフトです。でグリップはツアーベルベット変わってますね。ちょっとヘッドカバーはねよれてます。あ、まあなんか年式っぽいっすね。まあまあまあ、それシャーなし、シャーなし次が G400、 G30G400 か。これも綺麗ですね。塗装飛びがあんまりないクラブです。シャフトがアルタ JCB、 あれこれワンフレックス違うか、 S か、うん、どこ取ってんだか分かんない。あ、だった。で、グリップが純正のグリップです。まだ綺麗です。で、ウェッジですね。これ値段がちょっとまあ。はい。まあゴルフパートナーと水野さんの共同開発のシュア DD のウェッジです。50、56、60度と3本セットで買い取らせてもらいました。シャフトは軽量の NS ですね。NSS です。で、グリップオリジナル全部。です。それってワンフレックスですか？ワンレングス？ん？ん？並べた時になんか長さ一緒？あ、違う？あ、なんで声出さないですか？あとは54、SM5 54度、M グラインドです。でシャフトが NS950 か？まあ、これはグリップそろそろ替え時な感じですね。な、どこですか今日は。今日はこんなものです。まあまた買い取りの動画も上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。